ッピーさんもポッピーさんもこんにちは。皆さん初訪問ありがとうございます。あ、タクボンさんハート20個ありがとうございます。あ、30、40個ありがとうございます。こんにちは。とフォローもありがとうございます。ロキッチさんはじめまして。あ、はじめまして、ありがとうございます。皆さんフォローもハットもありがとうございます。こんにちは。フォローありがとうございます。あれ、これどうやって消すやろ。こんにちは。あ、かわいい、ありがとうございます。こんにちは。バスケのボール、そうなんです、これバスケットボール、フリースタイルバスケ用のボールなんですけど、あ、初見です、ありがとうございます。パッピさんピカピカ10個ありがとうございます。こんにちは、ありがとうございます。とじゃあ結構あの人も集まってきたので自己紹介します。よいしょ、見えるかな、光ってる。あ、27番です。年齢が15歳で今高校1年生です。出身が大阪出身で身長が158センチです。で特技が、フリースタイルバスケと、バスケとジャズダンスをやってるんですけど、フリースタイルバスケっていうのはちょっとこれ置くんですけど、こんな感じのこのバスケットのボールを使って、音楽に合わせてこうパフォーマンスをするやつなんですけど、私はちょっとスピンっていう技が得意なので今から少しやります。こんな感じでこうボールを指の上で回すのが得意です。スピンよいしょ。で、趣味が読書が趣味で結構本読むんですけど、今までで一番好きな本は、麦の海に沈む果実っていう本が好きです。あ、こんにちは。と、葵さん、タコさん一つありがとうございます。すごい、ありがとうございます。で、あとは、バスケが今8年習っていて、あのバスケも得意です。こっちのフリースタイルバスケも得意です。で、あとはゲームも趣味で、今はスイッチで、バイオハザードを全種類一応やりました。あ、ノースフライトさんハート一つありがとうございます。で、マーサー31さん、虹色の星一つありがとうございます。あ、こんにちは、フォローもありがとうございます。で、あとは映画を見るのも趣味で、最近先週の土曜日に名探偵コナンの映画の100万ドルの道しるべを見に行きました。あ、お尻フリフリおじちゃんさんハート20個ありがとうございます。あ、30個ありがとうございます。 NNB で好きなメンバーはいる。え、そうです、好きなメンバーさんがちょっとこっちにも書いてるんですけど取られへんな。と、紙面がもう卒業されてしまったんですけど、岸野里香さんとあとは塩月ケイトさんが好きです。岸野里香さんは私がもう初めてアイドルを好きになったきっかけの人で、最初の推しです。で、岸野さんがこう卒業してしまってから
こう初めて何昇進状態で推しがいない状態の握手に行った時に、まだ小学生ぐらいの私がとこの塩月啓太さんにおいでおいでって握手会でされて、そのまま釣られていって塩月啓太さんが今でも推してます。とあ、サリエさん、このなんかブチのタコさんありがとうございます。あ、初見です、ありがとうございます。1つ2つ3つさん、えらいのやつありがとうございます。ね、あとは、好きな食べ物が果物全般と、あとチーズが好きです。あ、ドリーさん、このブチのヒョウ柄の、タコさんありがとうございます。あ、こんにちは。1つ2つ3つさん、えらいありがとうございます。あ、こんにちは。で、あとはアニメ、今ハマっているアニメがハイキューと、あとヒロアカ、僕のヒーローアカデミアっていうアニメにハマってて、ヒロアカはちょっと映画ゴミ捨て場の決戦っていうのやってたんですけど、でもまだ見に行けてないんですけど、私はヒロアカじゃないわ、ハイキューは今ゴミ捨て場の決戦っていう映画やってまだ見に行けてなくて。で、あ、お尻フリフリおじちゃんさん、ファイト、ありがとうございます。あ、はじめまして、はじめまして、スキーさんもこんにちは。あとが好きなゲームは、まあ、さっきも言ったんですけど、そのバイオハザード全種類と、あとスプラトゥーン2とかもやってます。あ、フォローありがとうございます。27番ちゃんはニックネーム何かありますか？サリューさん、そうですね、ちょっと私ニックネームを決めたくて、何か案があったらコメントで書いてほしいです。よろしくお願いします。こんにちは、こんにちは。あ、初訪問と、あとフォローもありがとうございます。ニナちゃんですか？そうですね、何か案を書いていただけたら嬉しいです。あ、ツナとかいいですね。今2つ出てます、候補あります。こんにちは、フォローもありがとうございます。ニーナちゃん、あ、そうですね、ニーナちゃんとか今3つぐらいかな。何かこのニックネーム何かあったら書いてほしいです。お願いします。ジナちゃんとツナちゃん、そう、今4つ、え、ツナちゃん、ニーナちゃん、ニーナちゃんとジナちゃんが出てますね。フナちゃん、これこっち寄った方がいいのかな。あ、こんにちは、何か他案ありますか？あ、な、中央おそらさん、はじめまして、ちょっと名前が読めなかった。あ、つなちゃんに1票。あ、じゃあなんかその5個かな、今5個出てるんで、それでどれにするか投票をちょっとしようかなって思います。5個かな、合ってるかな。1が、ツナちゃんで、2が、ニーナちゃんで、3がニーナちゃんで、4がジナちゃんで、5がフナちゃんだったかな、フナちゃんで、その中の誰か投票していただけると嬉しいです。あ、なんかあれ変なとこ押しちゃった。あ、こっちや。
まさん、ハート10個ありがとうございます。まん、なんやこれ、あ、ちょ、まんじ、ラオウまんじさん、ちょっとその横についてるこれが読めないんですけど、ハート10個ありがとうございます。あ、はるさん、フォローありがとうございます。あ、こんにちは。あ、マスクさん、フォローしました。ありがとうございます。あ、こんにちは。あ、初見です。ありがとうございます。ありがとうございます。よかったらその名前の投票をよろしくお願いします。初見です。ありがとうございます。あ、中村モンドさん、頑張ってください。ありがとうございます。頑張ります。あ、投票の番号忘れちゃった。1番がつなちゃんで、2番がニーナちゃんで、あれ合ってるかな、で3番がニーナちゃんで、よかったっけ、4がジナちゃんで、5がフナちゃん、確かそうやったはず。あれ逆かな、合ってるかな、多分そうだったと思います。あ、こんにちは、初見です。ありがとうございます。紙に書くとか、あ、そうですね、紙に書いた方が分かりやすいかも、とペンで書きます。ちょっと書きますね。1がつなちゃんで、2がにになちゃんで、インクがちゃんで、3がニーナちゃんで、4が、ジナちゃん、カタカナかな、ジナちゃんで、5が、フナちゃん、カタカナフナちゃん、この、見えるかな、この、このどれかの番号のあのなんかいいなと思うニックネームに投票していただけたら嬉しいです。あ、くまさん、こんにちは。こんにちは、ぼよよん星人さんもはじめまして。あ、キットさん、フォローしました。頑張ってね。 ありがとうございます。このどれかに投票してもらえると嬉しいです。あのニックネーム候補どれかに投票していただけたら嬉しいです。福島和茂さん、こんにちは。こんにちは。あ、シーバーさん、初見でさ、ありがとうございます。マークさん、バスケの部室ですか。いや、ここはあの私のお家で配信してます。でもバスケットボールはあの家にあったやつです。こんにちは。あ、はじめまして。はじめまして、のりぷんぶんさん、のりぶんさん、はじめまして。のこのうちに誰かに投票してもらえたら嬉しいです。その名前候補よろしくお願いします。あ、こんにちは。もう結構いけたかな。そろそろ投票を終わろうと思います。多分もう結構出たよね、多分。じゃああと5秒で締め切ります。5、4、3、2、1、カンカンカンカーン、ということで投票締め切ります。と、投票結果で、あ、なんかこっちじゃない、1位が、つなちゃんかな、つなちゃんだったので、とニックネームが、つなちゃんになりました。パチパチ。よかったら、つなちゃんって呼んでください。お願いします。よいしょ。
あ、サンタナさん、ハートいっぱいありがとうございます。とマンジラオマンジさんもハートありがとうございます。あ、お尻フリフリおじちゃんさん、ツナちゃんよろしくね。はい、よろしくお願いします。よいしょ、あ、やばい、揺れてる。あ、タニアさん、ツナちゃんよろしく、よろしくお願いします。さや姉さん、ハートありがとうございます。あ、吉和さんと清文さん、こんにちは。あ、フォローもありがとうございます。あ、パバスコ、バスコさんかな、バスコさん、こんにちは、こんにちは。カッカシさん、ハートありがとうございます。一つ二つ三つさんもハートありがとうございます。あ、ハーネウマさん、こんにちは。初おもんもありがとうございます。一つ二つ三つさん、つなちゃん頑張ってね、ありがとうございます。頑張ります。コウヘイさん、こんにちは、こんにちは。とムロモンさん、ムロモンさん、ハートありがとうございます。で、今日の、配信スケジュールをちょっとさっき説明しておくんですけど、よいしょと、よいしょ、見えるかな。この配信は、今日から4月29日までの10日間、今日含めないで9日間やります。 よろしくお願いします。で、この、最初の配信は、5時45分までします。で、その次の回は、7時から7時45分までするので、よかったら見に来てください。かかしさんの、ヒョウ柄のタコさん、ありがとうございます。カズマユゲさん、いっぱいの星ありがとうございます。おしりふりふりおじちゃんさんもハートありがとうございます。あ、はじめまして。あ、直行き健さん、はじめまして。ほのぼのさん、こんにちは、こんにちは。初おもたとフォローもありがとうございます。ザンさん初見です、ありがとうございます。こんにちは。よいしょ、フッシャンさんも、あとともたんさんも、はじめまして、こんにちは。タニアンさん、ポップコーンかな、ポップコーンありがとうございます。と、おはようございますさんのだるま、ありがとうございます。あ、こんにちは、はじめまして。フォローもありがとうございます。名前決まったんで、よかったらツナちゃんって呼んでください。お願いします。あ、固まってない。フッシャンさん、ハート10個ありがとうございます。ハート。あ、カンさんもフォローありがとうございます。あ、こんにちは、はじめまして、ありがとうございます。こんにちは。あ、後ろに立っててるプロフ、近くで見せてほしいんですけど。はい、そうですね、結構人集まってきたんで、もう一回言います。よいしょ、27番で、さっき投票で決まったんで、よかったらツナちゃんって呼んでください。今年齢が15歳で高校1年生です。出身が大阪出身で、身長が158センチです。
特技がフリースタイルバスケを3年とバスケを8年と、ジャズダンスを5年続けてます。で、そのフリースタイルバスケっていうのはこちらに置いてるこのピンクのボールなんですけど、このボールを使って音楽に合わせてあのバスケットボールでパフォーマンスをするものなんですけど、私はこのスピンっていう技が得意で、結構スピナーとして活躍していきたいなって思ってます。見えるかな、この立ちからのフラッシュボールのピンク色を使ってます。1つ2つ3つ3、スポーツできる子やね。そうですね、結構学校の体育の授業とか球技系がすごい得意で、私ここにも書いてるんですけど、アニメ配給にハマってすっごいバレーボール部に入りたくて、バレーボール部の友達にバレーボール部入りたいねんなーって相談したんですけど、やめといた方がいいって言われました。なんかやっぱりきついらしいですなんかそれを趣味ぐらいで楽しんでるのがいいって言われました。結構、球技は得意なんですけど、苦手なスポーツがマット運動、機械体操かな、この前転とかするのあるじゃないですか、あれがちょっと苦手です逆立ちとかもちょっと補助があればできるんですけど、一人で立つのとかが苦手で、あと水泳も苦手です。全然泳げないです。すごい泳ぐのが遅い。新パパだって泣いちゃうよさん、すごい、あ、ボールマスすごい、ありがとうございます。高山びちょっと読めない、なんかなきさん、ビンキさんかな、こんにちは、こんにちは。鈴木一郎さんもこんにちは。初音もたと、あ、フォローもありがとうございます。キシピユアオクなんとか、もゆみれオールエンルームさん、初見です、ありがとうございます。あ、新パパだって泣いちゃうよさん、 NNB に入るとバスケやジャズダンスは目立ちそう。そうですね、結構私はバスケ実際にやる方も見る方も好きで、ちょっと前にバンビシャスならと、シガーレイクスってかな、の試合も見に行きました。 B リーグすごい面白かったです。ニートカカシさんかな、違うかな、こんにちは、こんにちは。あ、キスピーさん、かわいい、ありがとうございます、ありがとうございます。あ、名前が長いので新パパと呼んでも、あ、じゃあ新パパさん、新パパさん、わかりました。青空カフェさん、嬉しいですね、岸野理香さんの名前が見えた。あ、そうなんですよ、私の推しメンが岸野理香さんと塩月啓太さんが推しメンです。岸野理香さんは私がアイドルを好きになったきっかけの人なんで、本当にめちゃくちゃ大好きです。すごい小さい時から、多分生まれて最初の推しじゃないかな、多分そうだと思いますシンジカリーさん、こんにちは、こんにちは。タカフミさんもこんにちは、フォローありがとうございます。トマーキさん、はじめまして、はじめまして。ジョイクロさんも初見です、ありがとうございます、こんにちは。あ、トマーキさんもフォロー、タカフミさんもフォローありがとうございます。ウータンさん、岸野リカちゃんの
現役ラストのライブも行ったことあるよ。あ、そうなんですね。私はライブは行ってたかな。ちょっとそこはあの記憶が昔すぎて覚えてないんですけど、あの劇場公演のここってん、あ、ここになって天使はいる公演は入りました。私が NNB48 を好きになってなったのがだいぶ小さくて、まだ 2,3 歳ぐらいの時で、やっと小学生になってから入った最初の公演がここになって天使はいる公演なんで、すごい私にとって思い入れのある公演です。すごいあの一番好きな公演かな。だから全部曲が良くてめちゃくちゃ好きです。マッチさんと、10-2950 さん、はじめましてこんにちは、ありがとうございます。デリアさんもこんにちは。あ、ジャンクさんフォローありがとうございます。あ、よいしょ。青空カフェさん、バラ5本ありがとうございます。あ、やばと、ゆゆきさんこんにちは。ゆゆきさんだ、あ、小雪さんだった。小雪さんこんにちは。あ、新パパさん、 NNB の、オリジナル公演ですよね。そうですね、全部あのオリジナル曲なんで、私結構いろいろ好きなんですけど、普通あのユニットじゃなくてもう全体の曲だったら、あのカトリアの花を見るたびに思い出すとかが好きですユニットだったらやっぱり岸野里香さんがセンターやられてるんで、この雪がめちゃくちゃ好きです。あ、エイリュー、ハッピー2号、三条さん、こんにちは。達郎、アットマーク、床の人さんもこんにちは。グルさん、はじめまして。あ、このいっぱいの星も皆さんありがとうございます。なんかキラキラしたやつ一つ二つ三つさん、カトレアいいね。そうですね、カトレアの花を見るたびに思い出すって曲は結構なんね、なんでしょう、こうふわふわした、まあ昔の恋愛ソング、昔の恋を歌った恋愛ソングだからすごいいい曲ですよね350cc さんとおっさんさん、こんにちは。あ、フォローありがとうございます。あきじアットマークみのみのさん、こんにちは。と、谷谷さん、私も初めての公演がここてんだったな。あ、一緒ですね、私も初めての公演がここてんなんで、やっぱりあの公演いいですよね長吉さんとムーさん、こんにちは、はじめまして、お願いします。あ、と、新パパさん、テロップにツナちゃんと書いた方が分かりやすいですよ。そうですね、ツナちゃんって書きたいんですけど、今これあのこの分かりますかね、この何、紙じゃなくて額縁とかに貼るあれやって、まあ、外せるかな、ちょっとあの次の配信の時に書き足します。あ、それか、紙でなんか、よいしょ。あ、初訪問もありがとうございます。よいしょ、ちょっと応急処置。あ、一つ二つ三つさん、ハートたくさんありがとうございます。よいしょ、フォローもありがとうございます。ペンを、ここに
と今応急、あ、見えるかな、次の回にはちゃんと書きます。今はこのちょっと切った紙なんですけど、ここにすなちゃんって書いておきます。見えるかな、ちょっと薄いかな。新パパさん、ココテンの衣装は可愛すぎます。そうですよね、やっぱりあのココテンの衣装可愛いですよね。もう最初の服、最初に一番最初に着てる服も可愛いんですけど、やっぱりあのココテンの曲、ここになって天使はいるっていう曲のこの肩についてる羽のあの衣装が私は好きです。あれが可愛い。ジトクさん、ジトクアットマーク寄せ鍋隊さん、こんにちは。あの羽がここにねついてるの、肩のところについてるのがすごい可愛いなって思います。ココテン結構全部衣装が可愛い。あ、コバンさん、天使衣装可愛いよね。ですよね、やっぱりあの天使の衣装がすごい可愛い。ここに羽がついてるのがすごく可愛いです。新パパさん、ショールームのテロップには書けないんですか。ショールームのテロップ、ショールームのテロップってどれやろ。あ、これか。あ、ちょっと待ってください。この名前だけを、あ、これかな。これ多分出てますよね、ここら辺に。ちょっと今は応急処置でここに書いときます。次の時間にはちゃんとあのここに名前を書きます。あ、できた。あ、そうです、できました。なんかここら辺にテロップっていうのがあった。あ、 OK です。あ、 OK ですか、ありがとうございます。谷谷さん出てますね。あ、出てます、出ました出ました。あ、ともひこさん、はじめまして、はじめまして。たかふみさん可愛いですね、ありがとうございます。このポーズ結構昔の。あ、かんさん、応援してる、ありがとうございます。あ、初訪問と、あとフォローもありがとうございます。あとあのキラキラの星、キラキラの星、星になんかいっぱいキラキラついたやつも皆さんありがとうございます。よいしょ。あ、初訪問ありがとうございます。よいしょ。とはここに置いてるリンゴでも詰めしましょうかね。このここに先からずっとリンゴ飾ったんですけど、このリンゴ私が中学3年生の時にあの美術の時間で作ったの絵本で、あのリンゴかもしれないって絵本わかりますかね。ちょっと作者さん忘れちゃったんですけど、のリンゴかもしれないっていうのをこう題材にして美術で何かリンゴ関係のものを作るみたいなんで、これはこう普通のリンゴに見えてかじったら中にアポロが入っていたっていう設定のリンゴを中学3年生の時に作りました。ここに作ってるんですけど、いるかな。あ、落ちちゃった。のこんな感じでこの小さいアポロ、粘土なんですけど、もう小さいアポロとあと粘土で作ったリンゴを作ってます。このキラキラしてるのはニス塗ってるからなんですけど、こんな感じでこうアポロが入ってるっていう設定のリンゴを作りました。こうかじったら中からアポロが出てくるっていう。ドリーさん、アポロかわいい。あ、ありがとうございます。私お菓子であのアポロ好きなんですよね。なんかいちごの部分とチョコの部分に分かれてるのがすごい好きです。このコロコロっていう音も好きやし。あ、高文さん、私も27番ちゃんお会いするね、ありがとうございます。
小勝さん初見です、ありがとうございます、初見ありがとうございます。小勝さんもフォローありがとうございます。メタル収集兄さんこんにちは、こんにちは。新パパさん、ファンタジーな感覚がめっちゃいいじゃないですか。そうです、ファンタジーな感覚が、ファンタジー、まあこのリンゴの作品です結構他の子はもうリンゴを切ったら中から女の子が出てきたとか作ってたんですけど、私はお菓子でアポロが好きなので中にアポロを入れました。見えるかな、結構奥までアポロ詰めて何個ぐらい作ったかな、なんかアポロすごいたくさん作りました粘土で作るの、丸い形にするのがめちゃくちゃ難かったです。タニアンさん、アポロ本物かと思った、ありがとうございます。だいぶ時間かけて作ったアポロ、これ見えますかね、このアポロの線を物差しでちょいちょいってやってアポロの線もつけました。頑張って見えてるかなあ、療養中マー君、療養中さん、初見です、ありがとうございます。パンバンドネオンさんフォローありがとうございます。サダシちゃんさん、サダシちゃんさんもフォローありがとうございます。初見ですと、AKB 三昧さん初見ありがとうございます、こんにちは。のワッピミンさん、美味しそうや、あ、ありがとうございます。そうですね、友達に結構この作品を文化祭で飾った後こう持って帰れるんですけど、あのこのちっちゃく外に出てるアポロちょうだいってめっちゃ言われました中からアポロ漏れてるっていうことで一応2個だけちゃんと動くアポロを作りました。あ、宇佐田さんバスケやってるんですか。はい、そうなんですよ、こちらにバスケットボールあるんですけど、これはフリースタイルバスケよっていうまた違うのなんですけど、バスケ普通 の, あのドリブルついてシュート打つ方のバスケは8年間やってて、見るの B リーグの試合を見に行ったりとか、あとまあやっぱり自分でプレーするのも好きです。こっちの、フリースタイルバスケは今3年ぐらいやってて、この立ちからのピンク色のフラッシュボール使ってます。こんな感じでこうボールを回すのがすごい得意です。イエイピースわかるかな、こう普通のボールに普通のボールボールをこう爪で回してるから、ここにこうスピンホールっていう穴が開いてるんですよ。めちゃくちゃ見えますかね、こんな感じでめっちゃ穴開いてます。よいしょ。あ、新パパさんなかなか器用なんですね、ものづくりのつなちゃん。器用ではないかな、器用かなあ、こんにちは、頑張ってください、ありがとうございます、頑張ります。あ、ボールかわいい、宇佐田さん ありがとうございます。私はピンク色がめちゃくちゃ好きなんで、ピンクのボールをこっちがもうちょっと前まで使ってた方のボールなんですけど、これはこう先のやつよりこう穴が開きすぎてちょっとパンク寸前っていうボールで新しいボールに変えましたピンクのボールとかあるの知らんかった、タクボンパパさん。そうですね、ピンクのボール、よいしょ、これはインターネットの通販で買いました。あ、フォローありがとうございます。ドリーさん穴だらけ、そうですね、回しすぎてもめちゃくちゃスピンホール開いてますめっちゃやり込んでる。サダさん
そうですね、だいぶやり込んでますね。もう毎日絶対もう30分以上はもうボール回しの練習をするっていうので、もう新しい技を作るのとかずっと考えてます。あ、指強いのか、たくまんパパさん。そうですね、これやったからだいぶこの指が強くなりました私は中指で回すんですけど。新パパさん、NNB に加入した際の特技披露に確定ですね。そうですね、これを特技として披露したいです。あ、ボールのラックまであるやん、特本パパさん。そうですね、これあのボール、一応これの見えないんですけど下に3つあります。これはこの2つよりさらに前のやつです。だいぶキラキラしたボールなんですけど、バスケットボールも友達になれるんやな。マーポンさん、そうですね、ボールは友達とじゃあそろそろ45分に終わるので壇上読みをしていきます。あ、これで見れるか。じゃあ13位から読んでいきます。13位、マッサー313、ありがとうございます。12位、青空カフェさん、ありがとうございます。11位、マンジラオマンジさん、ありがとうございます。10位、カンさん、ありがとうございます。9位、サリュウさん、ありがとうございます。8位、葵さん、ありがとうございます。7位、タニアンさん、ありがとうございます。6位、タクボンパパさん、ありがとうございます。5位、カカシさん、ありがとうございます。4位、パッピさん、ありがとうございます。3位、おしりフリフリおじちゃんさん、ありがとうございます。2位、1つ2つ3つさん、ありがとうございます。そして、1位はドリーさん、ありがとうございます。皆さんありがとうございます。あ、ちょっと戻れない。あ、これか。よいしょ。それでは次の配信の予定を、説明、次の配信の予定を言います。今やってる回はもうあと1分で終わっちゃうんですけど、その次の枠は7時から7時45分までやってます。よかったら見に来てください、お願いします。頑張ってください、ありがとうございます。たくぼんパパさん、読みやすい字ありがとうございます。丁寧に書くように頑張りました。じゃあ、最後にスクショタイムだけ、したいと思います。じゃあボール回しとろうかな。オッケーかな感じで、では、終わりたいと思います。それでは皆さん、次は、7時からしますので、よかったら見に来てください。よろしくお願いします。皆さん、ありがとうございました。さようなら。また、よかったら7時見に来てください。お願いします。